はい、どうも、村屋です。今日は、ちょっと風も出てきて、涼しくもなってきたんで、メリケンパークの方に、散歩に行ってみたいと思います。では、行ってきます。はい、フィッシュランスホールに着きました。魚の形をしたオブジェになります。ここを抜けたらもうメリケンパークですね。もうすぐそこになります。ああ、暑くなくていいかな、今日は。はい、メリケンパーク到着です。まあ、雲はこんな感じで、ポートタワーも見れてます。人もまあそんなに多くもないんで過ごしやすいと思います。ポートタワーです。どうぞ。メリケンパークは本当に5、6分歩けばハーバーランド、こちらモザイクの方になります。結構人多いですね、今日は。まあ向こうには今回は行かずにしておきます。人が少ないところで3つは避けたいと思います。すごい風が出ますね。結構ね、この辺りもすごい風やな。髪の毛すごいことになってるって。まあ散歩がてらにはちょうどいい感じで、まあゆったり、まあ散策できるんでいいかなと思います。すごい風で髪の毛が逆立ってますね。もうちょっと散歩してからお茶でも飲みたいと思います。こちらにはスターバーもありますが、今回は違うカフェに行ってみたいと思います。楽しみに。はい、こちら、フィッシュダンスホールの下にあるトゥースースですね。こちらの方のカフェになるんですけども、こちらの方行ってみたいと思います。どんなメニューがあるのかな？こんな形でメニューがあります。美味しい。ああ、疲れた。髪を振るかな。いただきます。チョコレートムース。いただきます。チョコレート、旧居留地はこういうおしゃれな建物が多いので結構有名になってます。南京町の近くにあります。このまま真っすぐ行けば南京町です。結構今元町の方を歩いてるんですけれども、結構この辺りも居酒屋とか美味しそうな店が結構たくさんあるんで、まあいいとこ見つけて入ってみたいと思います。楽しみです。行きます。
それも美味しかったです。まあなかなかいろんなメニューがあってよかったんですけど、まだ明るいんでもう1軒ぐらい行こうかな。まあ、また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。